ハニューさんの結婚発表、中国でアクセスランキング上位、大勢のファンから祝福。ハニューの幸せな一歩に、世界中のファンが胸を躍らせています。彼の突然の結婚発表は、多くの人々に驚きと興奮をもたらしました。日本のプロスケーター、ハニューさんが8月4日夜、結婚を電撃的に発表したという知らせは、一夜のうちに中国をはじめとする多くの地域でトップニュースとなりました。 その影響は計り知れないものがありました。発表された後、わずか数時間で、そのニュースはネット上で爆発的な反応を引き起こしました。中国の人気メディアである CGTN によれば、ハブさんの結婚発表は、中国のアクセスランキングでも上位に食い込むほどの関心を集めました。北京時間5日午後7時までに、ハブさんの発表に関する情報は、その X。 旧ツイッター上で合計5,560万回も閲覧されたのです。なぜハブさんの結婚発表がここまで大きな注目を浴びたのでしょうかそれは彼が日本国内外で高く評価されているだけでなく、特に中国で強烈な支持を受けているからです。彼の優れたスケート技術とともに、その人柄と精神力は多くのファンに感銘を与えました。そのため、中国国内のメディアでも広く取り上げられ、 さらなる注目を集める結果となりました。結婚相手の詳細や結婚式の日程に関する情報は、ハブさんの声明には含まれていませんでした。これにより、ネット上では様々な憶測が飛び交いました。その結果、ハニューが結婚発表、ハニューの妻といったキーワードが急上昇し、検索ランキングでも上位に躍り出ました。人々は、ハブさんのこれからの人生について想像を膨らませ、 楽ししみと共に熱いい議論を交わしているようです。一方で、ファンからは感謝と祝福の声が溢れています。彼が長年の努力や苦労を乗り越えてきたことに感銘を受けた多くの人々が、ハブさんの幸せを心から願っています。ネット上には、彼が試合のために払ってきた代償を思うと、彼に幸せな暮らしを送ってほしい、彼の笑顔がずっと続きますようにといったコメントが寄せられています。また、 数年間にわたりハブさんを応援し続けてきたファンも彼との共有した喜びや困難な瞬間に感謝し心から祝福を送りますと述べています一方で一部のファンは喜びと同時に落胆も感じているようですユーモアを交えて結婚相手は私だったはずなのにといったコメントも見受けられます彼のファンとしての思い入れや愛情がこのような軽やかなジョークにも現れているのでしょう この結婚発表は、ただのニュースではなく、多くの人々の心に響く特別な出来事となりました。スケート界のスーパースターである羽生譲弦が新たな人生のショーをスタートさせるにあたり、世界中のファンが彼に対する愛とサポートを示し、彼の幸福を願っています。今後の彼の活躍にも、ますます期待が高まるばかりです。にも